ルシアン・ルバテ、ルシアン・ルバテ、ルシアン・リー・バイトット、1903年11月15日から1972年8月24日は、フランスの著作家、ジャーナリストである。第二次世界大戦中のフランスにおける、対独協力派、コラボラトゥーの一員。ドローム県モラ、アンバロワール村に生まれる。1923年、ソレボンヌ大学哲学科に入学する。 経済的な厳しさから中学校で教職に当たりながら学んでいた。1927年に同大学を卒業する。同年より兵役につき、その頃より王東派右翼団体アクション、フランセーズ発行の新聞、アクションフランセーズを購読していた。翌年兵役を終えたが、世界恐慌による就職難で保険会社の営業職に不本意な給料で、 就職せざるを得なかった。一部ではこの学生時代より連綿と続く経済的不遇が彼を強烈な俳優大ア主義者にしたと言われている。翌1929年に愛読していたアクションフランセーズの音楽欄のコンサート表を執筆したのをきっかけに文筆業に専念する。ルバテの担当する高い教養に裏打ちされた音楽欄は評判が良く、ルバテは 文筆家として若くして頭角を表すようになった。1933年より同じく保守系の新聞ジュスイッパルトに寄稿する。以後は以前より政治的主張で違和感を覚えていたアクションフランセーズではなくこちらを中心にジャーナリストとして活躍する。1933年に隣国ドイツにおいて ヒトラーを中心とする内閣が誕生すると、ルバテは、その強硬的な、改革、共産党、ユダヤ人に対する弾圧党を見て、共嘆し、自国フランスにおいても、強力なドイツに対抗し得る政権を望むようになる。そのためには緊急かつ強力にユダヤ人を排除せよという主張を繰り広げた。しかしその後、ヒトラーによる、オーストリア併合。 ズデーテン地方の併合を目認しているフランス第三共和国においてこのような強力な国家を樹立することは不可能と断じその後対独戦が始まると敗北主義的論調を執筆するようになった対独戦においては従軍するもフランス軍は連敗に次ぐ連敗で前線は交代し続けルバテもそれに従い国土を南化するその後フランスは 大した戦果を上げることもなく降伏する。首都パリは占領され、南部ビシーに、新独中立のビシーフランスが成立した。この頃、ハンドイッツの思いからパリを脱出した、アクションフランセーズを脱退。パリで、ジュスイッパルトゥエの気候に宣伝することになった。1942年に、ユダヤ人、アクション、フランセーズの名優、フランス革命以来の伝統的右翼。 第三共和国、連合国、派手は、ナチスドイツに対する不満や、イカリア像をぶちまけた、問題作、残骸を発表する。これは占領下のフランスで、ベストセラーとなった。1943年以後、次第に敗色が濃くなってゆく、ナチスドイツを見て、多くの対独協力派が離反してゆくことになるが、ルバテだけは最後まで、ナチズム進歩を貫いた。 ちょうど同時期に取り掛かっていた大長編小説を執筆しながら撤退していくドイツ軍に従軍しドイツやオーストリアを転々とするもその膨大な原稿から逃亡が不可能になり原稿を妻に託して1945年5月8日連合国軍に出頭したその後フランスで開かれたシャルル・ド・ゴールによる法廷で戦前からの反ユダヤ衆議戦闘 体独協力のすべてを罪状に挙げられる。フランス共産党員で占められる裁判においては、死刑以外の判決は考えられなかった。死刑判決後、いつ刑が執行されるともわからない状況の中でも、彼は執筆を続けた。一方、牢獄の外では妻やかつての名友たちが熱心に、減刑運動を展開しており、敵味方問わず多くの署名が集まった。 1947年には運動の会あり、無期懲役に原型された。1952年2月に、渾身の大長編、二つの旗が出版され、7月には釈放された。しかしこの力作は、出版当初は、ほぼ何の反響もなく、迎えられた。1954年より再びパリに居住し、執筆活動を続けるが、 なかなか自身の満足する作品ができなかったのか、いくつかの作品がお蔵入りとなっている。ようやく出版できたのが、執筆10年に及んだ1969年の一つの音楽史で、これはコラボラトゥールの悪名に反し、現在でも重版を重ねている。1972年に次回作、美術史の構想を抱えながら死去した。68歳没。 アクションフランセーズ以来、ルバテの豊富な教養は評価されているものの、現代フランスでルバテの名は、コラボラトゥールの悪名で知れ渡っている。ただし、残骸が、急進的反ユダヤ主義の政治的、暴力的内容であったのと打って変わって、二つの旗は、西洋に連綿と続く、人文主義、教養主義、信仰、恋愛をテーマとした対策であり、残骸の作者がいかにして、 二つの旗を描くことができたのかと言わさしめた。戦後の大作、一つの音楽史においても、メソポタミアの太鼓からクセナキスなど、現代を音楽まで網羅した上記を一した大作を執筆した。その極めて高い教養力がうかがえ、現代において問題の多い作家の一人である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。